日本はユーラシア大陸の東側、太平洋北西に位置する国。日本には四季がある。木の芽がほころび花開く春、照りつける太陽があらゆるものを輝かせる夏、豊かな実りと木々が色づく秋、時に全てを白く覆い新たな始まりを感じさせる冬。四季折々とは春夏秋冬、その時その時。そんな日本には興味深い文化や産業がある。ワクワクジャパンプレゼンツ、四季折々。こんにちは、松沢千秋です。まちこです。まちこちゃん、はい、最近ではこうフランスでね、うん、お弁当がブームらしくって。そうなんですか。弁当という日本語が使われるようになったらしいよ。ということは、なんかフランスにはそのお弁当っていうものはなかったっていうことなんですか、ね、そういったものはあったのかもしれないけど、どうでもそうなのかも ねどうなんだろう。ちなみにこの弁当ブームなんだけど、はい、なんとね、あの日本のこうアニメがきっかけみたい。アニメ、そう、学園ものとかで、ね、はい、よく出てくるものね、出てきますもんね。そう、そこでね、弁当文化が定着しつつあるみたいですよ。だからアニメの影響力ってやっぱりすごいですね。やっぱりね、こう見てるとなんかね、なんかこういうので、うんうん、なんか日本のね文化がなんかこうやってまた広がっていったら嬉しいですよね。嬉しいですよね。さあ、それでは早速ね参りましょう。今回紹介するのはエキゾチック北海道です。でこちらはインドネシアから北海道に来て13年、タレント活動も行うスミ・ウィディアさんと共に北海道のさまざまなスポットを巡る番組です。はい、インドネシアの、ね、人の目線で楽しむ北海道って一体どんなものなのか気になります ね気になります。それでは早速行ってみましょう。はい、せーの、四季折々。人口およそ546万人、広い大地と豊かな自然、四季が織りなす美しい風景が自慢です。そして北海道はとってもエキゾチック。見る、遊ぶ、食べると日本はもとより海外から訪れる観光客を楽しませるスポットがたくさんあるんです。そんな北海道の魅力を皆さんにお伝えしたいと名乗りを上げたのがこの女性。インドネシアから北海道に来て13年、まずは自己紹介から。 Halo pemirsa, selamat siang. Jumpa dengan saya Widya. Saya menikah dengan orang Jepang dan tinggal di Hokkaido selama 13 tahun dan saya mempunyai halal restoran di Sapporo. スミ・ウィンディアさんは北海道札幌市にあるハラル料理店ワルンジャワのオーナー。またテレビの旅番組やバラエティ番組のリポーターとして出演、ツアーコーディネーターやモデルもこなすというとっても多彩な女性なんです。北海道はとてもエキゾティックです。私感じたエキゾティックを皆さんに紹介しましょう。私だけでは面白くないし、あと不安だし、友達呼んであげます。はい、皆さんどうもこんにちは。皆さんどうもこんにちは、はい、青山千景です。よろしくお願いします。青山千景さんは元ミス札幌で、今はテレビやラジオのリポーターとして活躍中。北海道フードマイスターという資格を持ち、北海道の食のことならお任せという、こちらも多彩な女性です。ここはですね、大通公園で今ちょうどイルミネーションがとっても綺麗な時期なんですよね、はい、そうですね、12月だとロマンティックですね。本当ですよね。特に雪降るとすごくロマンティックですよね。ウィディアさんから見たこの北海道っていうのはどんなところですか？北海道は綺麗し、美しい、新鮮が美味しいし、またはゴミもないし、すっごく素晴らしいです。じゃあウィディアさんと一緒にこの北海道のいいところ、はい、たくさん皆さんにご紹介していきましょう。行きましょう。はい、北海道は日本の中でも四季の変化がはっきりしていて、季節ごとの風景がとっても美しいんです。
ウィディアさんたちのリポートに交えて季節の映像もご紹介していきますよ。北海道へは飛行機を利用した場合、東京や大阪を経由して訪れることになります。まずは札幌からご紹介しましょう。人口190万人の札幌は北海道の中心都市です。玄関となる札幌駅周辺は市民はもとより観光客にとっても見どころが多いお買い物エリア。ファッション、グルメはもちろん、いろんなお店がひしめいています。インドネシアの方ってどんなお買い物をするんですか？いろいろですね。ドラッグストアとか家電とか、あとまたこういういろんなお洋服とか、ね、みんな結構買いますね。やっぱりこう日本に来るとまたそういったところ外せないっていうのがそうなんです、あるんですね、中でも特に人気のお店があるというので向かいました。これこちらですね。そうですね、すごくこのお店が人気なんですね。アフタヌーンティー。アフタヌーンティーってでも本当に世界にありますよね。あります。これね、すごくインドネシアの夫人たちがいつも集まる雑貨があるんですよね。じゃあもうコレクターにはたまらないってこと？そうなんですよ。みんな一番好きのはね、こういうとかハンカチとか。そう、こういうのちゃんと。かわいい、かわいいでしょ。かわいいかわいい、ちょっと開いてみましょう。そう、柄もいろいろだし、いろんなのあるんだよね。そうで、ちゃんとアフタヌーンティーが書いてあるから。そう、じゃん、これこれ、何何、これがこれ、これセラミックの包丁。そうそう、包丁ね。日本はこれ有名なんです。はい、これです。はい、かわいい、柄がかわいい ね。アフタヌーンティーは雑貨と飲食が一体となった衣食住を同時に提案するスタイルを発信するブランド。ここ大丸デパートを含め札幌には3軒のお店があるんです。大丸デパートは北海道で初めて礼拝室を設置したデパートなんです。利用する方も少なくないようです。その他にも札幌では海外からのお客様のため、その国の風習や文化を尊重し取り入れるところが年々増えてきているんです。さあ、続いてはですね、北海道の台所、場外市場にやってまいりました。エディさん、ここ来たことありますか？見たことあります。いろんなものがね、本当に並んでるんですよね。札幌駅から車で15分、札幌市中央卸売市場は札幌県およそ230万人の食を支える市場です。北海道の食材は美味しいと多くの観光客がやってくる場所でもあります。もう本当いろんなものがあるんですよね。はい、ここでは何があるんだろう。すごい、ちょっと、発見しました。こう大きなものが、カニ、カニ、カニ、すごく金クラブ、ね、すごく大きいね。皆さん、ちょっと生の感じもあるからちょっと行ってみましょう。すごい、すごい、大きい、これはまたすごいですね。これ何かわかります？これ何でしょう？これね、タラババニって言うんですよ。タラババニ。そしてその上には毛がモサモサしてるから、毛ガニっていうものですよね。すごい。すいません、こんにちは。こんにちは。すごいたくさんのカニありますけれども。タラババニね、大きいのもいます。大きいですね。ここでかいですね。これ生きてるですか？これ生きてますよ。生きてるの？生きてます。うわー。動いてる動いてる。うわー。
出てきてます。あの海外の方でもカニって人気ですか？はい、カニ人気ですね。特にこうタラバとか人気あります。あ、人気がある。立ち寄ったお店北のグルメには魚介類やその加工品が店内に所狭しと並んでいます。大きなタラバガニは海外の観光客にも大人気なんですね。お買い物をするだけではなくレストランもあり、北海道自慢の食を楽しむことができます。早速2人もレストランへ向かったようです。ずらーっと北海道の美味しい味覚が揃いましたよ。すごい、ね、すごいでしょ。全部美味しそう。美味しそうでしょ。もう色とりどりでまたね、はい、綺麗ですよね。まずは早速このタラバからぜひぜひ食べてみてください。キンクラブから食べてみたいと思います、うん、これエノネサ人はすっごく大人気です。あ、そうなんだ、はい、一口サイズで、うん、いいんじゃない。まず少しでいただきます。はい、どう？サンガグリスカリエナクスカリサンガエナクイニカササマーラエノネササンガチョチョクスカリラサニャほエノネサ人に口に合います。合うんだ、そうなんだ。ちょっとちょっとこっちも食べてみてくださいよ。こっちもね、これね、毛ガニなんですけど、あのね、この毛ガニの特徴は、なんといってもね、この味噌、濃厚な味噌ね。いただきます。どう？濃厚？うん、美味しい。なんか口の中に溶けます。いいね、いいね、すっごく美味しい。美味しいでしょ、美味しいでしょ。ましょうか。もう後でいただきます。なんかこれぶたぶたさが大泣きに、saya sarankan untuk kalau datang ke Hokkaido、saya sarankan untuk mencoba kepiting yang ini juga。なんといってもおすすめはこちら海鮮丼。鮭、エビ、ウニ、イクラ、粒、イカ、ホッキ、ホタテ、カニ、マグロと10種類の魚介が丼いっぱいに載っています。何から食べるか迷っちゃいますよね。じゃあウニいっちゃいますか。ウニいっちゃいますか、うん、ウニいただきます。たまらない、うん、いいね、いい顔してますね。グッド、よっしゃ。北海道に来たら自慢の海の幸をぜひご賞味くださいね。市場から車で15分、次にご案内するのはちょっとおしゃれなお菓子工場、白い恋人パークです。ツアーのコースにも組み込まれていて、外国人観光客にも人気があるんです。その秘密とは、みほさん、ここはですね、こちら、はい、白い恋人というお菓子あるんですけど、知ってますか？知ってます。知ってます、ね、はい、北海道のお土産でもね、とっても人気が高いんですよね、うん、はい、美味しいですよね。すっごく美味しいです、ね、はい、この白い恋人が作られている工場をね、実際に見学することもこちらではできるんですよね。そうですね、うん、中にはレストランもあったり、うん、またカフェもあったり、うん、また見るところがたくさんあるんですが、うん、はい、このお庭もね、ウィディアさん、綺麗ですよね。建物の中にある工場は見学コースになっていて、お菓子ができる様子を見ることができます。ショップにはレストランやカフェもあり、出来上がったお菓子などを食べることができます。売り場の方は観光客で大にぎわい、海外からのお客さんはまとめ買いをする方も多いようです。人気の秘密はこれだけではありません。庭にあるようですよ。あ、なんか音楽とともにすごい、なんか始まりますよ。ちょうど今時間がね、うん、
ゼロになったところですよね、はい、あ、今、ほら見えますか、ちょっとずつ扉が開いて、サボン玉も、あ、本当だ、サボン玉出てきた、白い恋人パークにある札幌からくり時計塔のチョコレートカーニバルが始まりました。時計塔の中では動物たちが楽しいパレードを繰り広げ、庭にある人形やオブジェも音楽に合わせて踊り出します。1時間ごとに10分間行われるこのカーニバル、これが海外の方に人気なんです。北海道の四季の映像をご紹介しましょう。まずは春、桜が咲いて北海道に春の訪れを告げるのは5月です。半年間続く寒い冬がようやく終わりを迎えます。そして花々が一斉に咲き出し、色鮮やかな季節が始まります。北海道の6月は日本各地に雨をもたらす梅雨がありません。カラッと晴れた空の下、爽やかな日が続き、夏へと向かっていきます。二人は札幌を離れ、車でおよそ2時間、登別へ向かいました。登別温泉は日本でも有数の温泉地です。源泉エリアの地獄谷は噴火でできた火口の跡、ガスと高温の温泉が湧き出す人気のスポットです。なんとも暑そうな地獄谷ですが、訪れたこの日はというと、寒いなこちらの温泉が湧き出ているので湯気とかが見ることできるんですけど、はい、うん、好きな場所なんですよね。私大好きな場所です。はい、なんでなんでなんで、ですね、ここは四季さんですごく綺麗なところなんです、うん、はい、またなんかこう、うん、皆さん写真撮られるんですね。そうですね、ここは一番あ写真スポットの一番いい、うん、ベストのところです、うん、はい、うん、本格的な冬を迎えたこの日、気温は氷点下3度。2人が向かったのは、うん、全身入るんじゃなくって、はい、足だけ入る足湯なんですよ。足湯？そう、足湯って何ですか？足湯ってね、うん、そのもう本当に温泉なんだけれども、うん、足だけ温泉に浸かることができるんですよ。よいしょ、うん、あー、着いた着いた着いた、わー、わー、すごい、わー、すごい匂いする、いろんな匂いしますよね。入りたい、入ろう入ろう、あったかい、わー、気持ち悪いよね。気温は氷点下3度ですが、温泉の温度は40度。足を入れているだけで体はポカポカになるんです。足湯は日本で大人気なんですよ。登別にはウィリアさんがぜひ紹介したいという登別伊達時代村というテーマパークがあります。どんなところかというと、伊達さん、ここはですね、はい、うん、昔の日本をイメージした、まあ、テーマパーク、アミューズメントパークなんですけど、うん、忍者にも会えるかもしれないし、着物を着た人にも会えるかもしれないっていうところなんですよね。伊達さん、大好きなんでしょ？そうですね、私大好き、いろんなところ、いろんなことできるんですよね、ここは。そうですよね、ちょっと散策してみましょうかね、はい、
まず真っ先に向かったのは海外の人たちにも人気が高いとあるショー。忍者です。忍者、うんうん、日本の忍者はとっても大人気だよ。あ、そうなんですか、はい、ここではどんなことがあるんですか。ここは日本の忍者のショーです。忍者のショーが見られるんだ、はい、うん、早速行っちゃいましょうよ。行きましょう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 。こんにちは。こんにちは。お願いします。からくり仕掛けが満載の忍者屋敷で繰り広げられる熱い戦い、忍者霞屋敷で行われているショーです。お笑いも交えての痛快な忍者アクションが売り物です。ただ見るだけではなく昔の人になりきってみるのはいかがでしょう。それがこちらの館、お姫様や殿様の格好ができるいわゆるコスプレです。なんかいろいろあるね。迷いますね、色が。これ姫でしょ。これ姫、ね、はい。そして少しこう見かけていくと、はい、うん、じゃあ私プリンセスの方がいい。うん、プリンセス。じゃあどれにしましょうね。これこれにする。これにします。お、これにする、はい、お、じゃあこれ決定。これ、さあウィディアさん、お姫様に変身です。お、ウィディアさんすごい綺麗。どうですか。すごい豪華な着物がまた似合いますね。似合います。似合う、本当に。やったー、素敵、はい、どうですか、うん、着てみて。すごくいい気分です。お、いい気分。はい、本当にプリンセスですからね。そう、日本のね。プリンセス気持ちする今。あ、する。気分はお姫様。すっかりその気にさせるこの体験。もちろん記念写真として残しておくことができます。その姿は立派なアルバムに。これは永久保存ですね。続いてお土産屋さんをチェック。現代とは違ったグッズがいろいろあります。ゴムでできた手裏剣や刀、人気の忍者人形やアクセサリーもあります。一歩足を踏み込めば時空を超えた江戸の街並みが広がる登別伊達時代村。エキゾチックな体験をしてみてください。1年を通して営業中です。2人は北海道の東、阿寒国立公園がある道東と呼ばれるエリアへ向かいました。阿寒国立公園は阿寒、屈斜路、摩周といったカルデラ地形を基盤に火山と森と湖が織りなす原始的な風景が美しい公園です。四季を通して多くの観光客が訪れます。世界有数の透明度を誇る摩周湖をはじめ、屈斜路湖、阿寒湖が見せる季節ごとの景色は北海道を代表する景観の一つです。見どころいっぱいの中から2人が選んだのは阿寒湖。さて、どんなところを紹介してくれるのでしょうか。さあ、阿寒湖にやってまいりました。もう風が冷たいですね。ですね。ね、
もう本当に冬の阿寒湖っていうのはこれだけ、はい、まあ、寒いところなんですけれども、はい、冬は、うん、ここでね、うん、ワカサギ釣りができたりとかも楽しめるんですけど、はいはい、マリモがいるのも有名なんですよ。天然の、ね、ものなんですけどね。またここね、はい、温泉街になっているので、はい、こう冬にはね、こうあったかくゆっくりと浸かるのもいいんですよね。温泉いいですね。はい、ここの阿寒湖、うん、来たことありますか？あ、記憶にない。記憶にない、はい、ぜひね、その、うん、ウディアさんでもそうですし、はい、インドネシアの方にもご紹介したいお宿があるので、はい、早速ご紹介したいと思います。楽しみに行ってみましょう。行ってみましょう。行きましょう。はい、やってきたのはひなの座というちょっと贅沢な宿。いらっしゃいませ。お疲れ様でございました。お願いします。お願いいたします。ここがひなの座ですね。そうですね。楽しみにしてきました。ありがとうございます。お願いします。中にご案内いたしますんで。へえー、すごい素敵。こうちょっと光が降り注いでる感じがまたいいですね。じゃあどうぞ中に、ね、はい、どうぞ。よろしくお願いします。お願いいたします。中に入るとフクロウがお出迎えしてくれますよ。大きなフクロウ。シマフクロウです。すごいです。じゃあどうぞ中の方。はい、こんにちは。あ、いい匂いする。木の趣もいいですね。いい匂いするね。あ、すごいすごいすごい。わー、観光。観光。すごい。うわ、目の前、絶景。すごいですね。綺麗。ぬくもりに満ちた古い日本の民家をイメージした作りは、なんとも贅沢な雰囲気を生み出しています。ウェルカムスイーツ、はい、ウェルカムドリンク、ウェルカムスイーツ、ウェルカムドリンクとスイーツが出していただけるんですか？はい、ウェルカムドリンクのゆず湯とですね、トカのパティシエ特製の自家製プリンでございます。自家製プリン、はい、ちょっと開けてみましょうか。おいしそう。どんな色かな。うわ、すごい。これちょっとカリッとキャラメリゼになってるような感じですかね。なんかふわふわ、いただきます。So sweet. おいしいプリン。しばし景色を楽しむ2人、時間が経つのを忘れたかのようですね。さて、案内されたお部屋はというと、どうぞこちらから。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。あー、すごい。はい、どうぞ。赤ワインビール。すごい広い。わー、すごい広々としてる。すごい綺麗ですね。うん、あ、眺めもいいのもすごいけど、ね、お部屋で、ヒデさん、うん、あれって、あ、本当だ。これ、これお風呂です。そうです。かけ流しの温泉でございます。各部屋にかけ流しの露天風呂があります。誰に気兼ねすることなくゆったりできそうですよ。またまた。実はこちらが寝室でございます。寝室。こんなにたくさんお部屋あったんですね。はい。広いな。和室と広々としたリビング、家族水入らずでもゆったりと過ごすことができるんです。早速くつろぐ2人。大山さんはお風呂を。そろそろお腹も減ってきたようですよ。失礼いたします。はい、どうぞ。本日はようこそお越しいただきありがとうございます。担当させていただきます、私中島です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。料理は懐石料理で、
この日は14品が用意されていました。その中からウィリアさんが気になったものをご紹介しましょう。前菜のエゾシカ肉のたたき。しっかりと処理されたお肉は臭みがなくとても柔らか。いただきます。ウィリアさんにとって初めての味です。どう？すっごく柔らかい。柔らかい、うん、なんか風情ないですね。そうそうそう、うん、あの、うん、この道東エリアっていうか、うん、赤のこの辺は鹿肉がとっても有名で、とても美味しいんですよ。すごく美味しい。こちらはメイン料理の一つ、鍋料理。高級魚であるキンキを使ったお鍋です。スープは味噌味。お味は？いただきます。いただきます。うわー、どっち先に？やっぱりキンキンから。うん、うん、えな、さがてな。これもね、臭みもないんですね。うんうんうん、美味しいですね。ほう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 、うん、いただきます。すごい脂乗ってる、うん、ね、うん、すごい甘みが強いですね、うん、やっぱりお味噌と合うんでしょうね。うんうんうん、うん、なんかこうコクがあるというか。魚料理は焼き魚が2種類、大助という鮭と目抜けという魚で、こちらも高級魚です。続くメインのお肉料理はというと、鍋に焼かせていただきます。またこれは牛？はい、サロマさんの和牛ステーキでございます。ほー、素晴らしい。これインドネシア人の大好きな和牛です。本当、うん、私のおすすめは山わさびかな、うん、いただきます。はい、山わさびがポイント。最高。本当、うん、美味しい。山わさびどうでした？山わさびに合います。合うでしょう、うん、デザートを入れて14品、2時間かけての晩餐でした。さて、北海道には先住民族のアイヌの人たちがいて、祖先から受け継いだ文化や伝統を守り続けています。中でもアカンには北海道で一番大きいアイヌ語で村を意味するコタンがあります。アイヌの人たちにとって自然や動物は神様。そんな文化に少しでも触れてみようと、アカン湖アイヌコタンを訪ねてみました。あ、ちょっとここ、ここも素敵ね。なんか面白いお店ね。ね、入ってみますか。入るか。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わあ、すごい可愛い子もなんかたくさんある。そうですね。うわあ、これ意外だ。これお土産にいいですね。ね、いいですよね。全部手作りですよ。これ全部、おお。手作りなんですか。いいですよ。ヘンクラス。靴べら？靴べらですね。これ、はい、あの裏表違うんですね。あ、こっちが女の人で、はい、こっちが男の人です。あ、そうだ。はい。すごい。これもいいですね。阿寒湖アイヌコタンには30軒ほどの民芸品店があります。木彫りのアクセサリーなどはどこも個性的。そして木彫りの作品といえば熊が有名なんです。熊ね、熊ね、はい、すごいですね。これ全部手作りなんですか。全部手作りですよ。全部手作り、素晴らしい。うわ、こ
この大きなクマさんもすごいですね。これ鮭ですね。これ鮭を、まあ、秋になると本当にこういうシーンが北海道では見られますよね。そうですね。実際にこの木彫りって、あの大体どのくらいのお時間かかるものですか。例えばこの大きさでしたら、やっぱり1週間ぐらいかかりますね。これ細かく彫らなきゃね。でも早いですね、そうですね。一週間ぐらいでいますか。すごい、一つ一つ鱗の部分も全て手作りなんですよね。民芸品は木彫りの作品を中心に動物や鳥をモチーフにした小物やアクセサリーなどいろいろなものがあります。見ているだけでも楽しいのではないでしょうか。またイコロというシアターでは日本の重要無形民族文化財に指定されたアイヌの古式舞踊を見ることができます。大きく羽を広げる鶴の舞、髪の毛があたかも地上に突き刺さるごとく踊る黒髪の踊り、自然界の情景や自分自身の思いを表現する民族楽器ムックリ、お土産としても人気があります。和踊りは観客も参加して一緒に楽しみます。ウィリアさん、様になってましたね。どうでした？楽しかった。すごく楽しかった。まさか一緒にダンスと思わなかった。ね、ダンスできると思わなかったですよね。そう、すごい。それもあれって、最後に言ってたんですけど、一緒に踊ったら、幸せが呼ばれるよって、幸せになれるよって言ってましたよ。あ、これから幸せになりますよかった。すごく楽しかったです。4月も半ばを過ぎると北海道にも夏がやってきます。日本の中でも涼しいと言われる北海道には多くの観光客が訪れ賑わいを見せます。涼しい夏は一月ほど、北海道の夏はとても短く足早に過ぎていきます。阿寒を後にした2人は釧路へやってきました。拠点であるこちら釧路市にやってきました。あの阿寒からはだいたい車でおよそ2時間かけるとこちらに到着するんですけど、釧路は来たことありますか。初めて。初めて、はい、嬉しい。ワクワクしますね。ワクワク。ヒデさんね、ロバタ焼きって知ってます。知らない。釧路はロバタ焼きが有名なんですよ。何ロバタ焼きって。今からお連れしたいと思います。行ってみましょう。行きましょう。ロバタ焼きは釧路名物の一つ。お店に入った2人は早速注文です。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。
ます。こちらでロバタ焼きいただけるんですよね。はい、なんかこう今の時期おすすめってありますか？今はね、ホッケも美味しいです。ホッケ。あと焼き牡蠣。焼き牡蠣。牡蠣好きですか？牡蠣大好き。はい。じゃあ焼いてみますか。はい、ぜひ。魚介や野菜を炭火を使ってお客さんの目の前で焼いて出してくれるのが炉端焼きというスタイル。港町釧路で水揚げされた新鮮な海産物の味はもちろん、焼けていく様子を見て楽しむのも醍醐味です。特にこのホッケは炉端では人気が高いんですよ。お待たせしました。ありがとうございます。お醤油です。はい、はい、ホッケです。ホッケも美味しそう。それまだフクフクしてる。本当だ、まだ。ウィリアさんは大根おろしと一緒にいただきます。お味は？美味しいですか？美味しい。大根とホッケ、ホッケ、グッグッ。私はやっぱり北海道人なので、まあこうね、ホッケに、ホッケでしょ、そして私もね、大根おろし大好きなんですよ。大根おろしを取って、お醤油を少しだけ垂らすんですよ。こうやって食べるんですね。いただきます。脂が乗ってるね。身が締まってますもんね。そうですね。この時期ね、本当に甘みがあるんですよ。で、大根おろしがすごくさっぱりしてくれるので、すごく脂乗ってるんだけどね、とってもすっきりと食べやすくなってるんですよね。牡蠣も焼き上がりました。すごい、牡蠣がでかい。牡蠣とレモン入れて臭みもないし、すっごく美味しい。この牡蠣は身が大きくプリプリしていることで有名。レモンの汁を少し垂らすと一層美味しく感じられます。ぜひ北海道に来たら牡蠣食べてみてください。新鮮ですから美味しいです。初体験の炉端焼き、ウィリアさんは大満足のようですね。釧路の北に広がる釧路湿原、1980年にラムサール条約の登録地に、その後国立公園として指定された湿原です。希少動物も多く、貴重な自然が残されています。冬になると釧路湿原には特別天然記念物であるタンチョウが道東各地から戻ってきます。タンチョウは日本を象徴する鳥、日本画をはじめいろいろなものに描かれています。タンチョウのツル、タンチョウツルがね、いるみたいなんですよ。ここ見たことはない。ないんですよね、はい、ちょっといるかどうかちょっと行ってみましょうか。行きましょう、行ってみましょう、行ってみましょう。いるかな。あ、行ってみたー。タンチョウを見つけて喜ぶ二人、ウィリアさんちょっと興奮していますよ。インドネシアはこの大きい沖鳥ですね。沖鳥は見たことない。お、はい、本当、はい、じゃあこんなに間近で、なかなか見たことはない。おお、ジェイさん初体験。初体験。タンチョウは北海道の鳥としても指定されています。またアイヌの人たちにとって神でもあるのです。
9月の中頃、山が色づき始め、北海道は秋になります。色づいた木々は瞬く間に降りてきて、町を錦色に染めていきます。町が色づいたのもつかの間、10月の終わりには雪が舞い出します。そして北海道は長く厳しい冬を迎えます。帰り道、ウィリアさんから提案がありました。ねえねえ、ちかげさん。何？今日はね、旅が最後の日だけど、はい、うん、でももう一つだけ行きたいところありますよ。もう一つ？はい。え？なんだろう、何ですか？ですね、うん、何？後でもう少しだったら教えます。もう少し？はい。もう着きますか、そこ？もう少しで着きます。やってきたのは新得町、リゾート地として知られていますが、なんといってもそばで有名です。ウィリアさんが誘ったのはそば屋です。美味しいそばを生産する新得町でも、目的は食べることではないようです。ウィリアさん、これってそばですよ。そば、はい、食べるだけじゃないの？そう、あの、体験やりたかったなんです。自分やりたかったなんですよ。まだエヌネサ人も、うん、あのそば体験が大好きなので、はい、日本のソウルフード、そば。全国各地に名物そばがあるほどです。そばの実を粉にしたそば粉から麺を作るそば打ち。このそば打ちを体験できるんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もちろん先生がついて一から指導してくれます。そうですね、そうですね。まずは器にそば粉を入れ、指先で回しながら広げていきます。こんな感じ。そうです。適当はダメですね、先生。水を加えて手早く混ぜ、小さな塊を作っていきます。でいいので、おー、優しく。そう、軽くです。こう、そうです。一つの塊になるようにこねていきます。これぐらいでいいです、大きさ的にね。うまくできたようですね。まあここまでは比較的簡単でしょう。左手は支えてるだけでいいですから、右手は真ん中でいくんです。はい、左右ずれちゃうと厚さが違っちゃいますからね。なので右手はね、真ん中でこういきます。均等に同じぐらいに力を入れるんです、ね、ここで落ちないで、ここでストップなんです。こののし棒の使い方がポイント。まずは丸く広げていきます。次は丸くならない。多分ダメでしょ先生。大丈夫、すごい手つき。大丈夫、そのまま、うん、進んでいってください。でここでまたね、下から巻いてくるんです。ある程度広がったらのし棒に巻きつけます。巻きつけたままのし棒を転がします。巻きつけと転がしを繰り返すと、すごい四角くなるんです。おー、綺麗。なんでこういう風にならないんですか？さらに技は難しくなっていきます。難しい。これだけなんとかできないです。転がらないとスーッていってほしいんだよね。ちょっと見せて。こういう感じですか？簡単に見えるんだけど、なんでできないのかな。ねえ、簡単に見えるよね。のし棒を転がさないとね、伸びていかないから、はい、力ちょっと抜いて、力全然ちょっと抜いて。そう、力、こういう感じ。そうですね。こういう感じ。はい、ちょっと待って。そうです。あー、なるほど。いいですね。そんな感じです。すごい。これいい。取られたくない。これいい。コツをつかんだようですね。綺麗に四角い生地が広がりました。
2枚に畳むんです。厚さが2ミリほどになったら8枚に畳みます。はい、よし、はい、そうです。いよいよ最後の試練、細く切っていきますよ。これぐらいです。切ったら倒す、切ったら倒す、切ったら倒す。さあ、ウィリアさん、美味しいそばを目指して挑戦です。ちょっとだけこのぐらい。そうです。手首から押さえます。いいですか？はい、倒します。はい。切ったら倒す、切ったら倒す。しっかり押さえて。はい。難しい。これ簡単に見えるんだけどね。めちゃくちゃ難しいな。先生どうする？頑張ります。頑張って切って。倒す、切る、あれごめん、なかなか思い通りにはいかないようですね。気持ちいい。できます。できてきた。ちょっと太いもあるんだけどいいね。すごい太い、本当に太い。均等にはならないもののコツは掴んだようですよ。これずっと私一番やりたかったんです。そうなの、うん、終わりました。完成。幅はバラバラですが気持ちよく最後まで切りました。では試食といきましょう。皆さん、はい、切り上がりました。お蕎麦できましたよ。できましたね。自分で作ったお蕎麦、ちょっと早速食べてみましょう、はい、食べてみましょう。いただきます。いただきます。いただきます。蕎麦粉をこねることから始めておよそ1時間、ウィリアさんが日本に来て13年、初めて作った蕎麦です。味はいかがでしょう。いただきます。はい、自分で作ったそばをいただきます。そう、おそばはね、音を立てて食べるのが美味しいからね。いいねいいですね、伊達さん、どう？柔らかい。柔らかい？本当？どうですか、自分で作ったおそば、やっぱり美味しい？うまっ。北海道に来たらぜひ自分のそばを体験してみてください、おすすめです。そばの手打ち台は14台あり、42人まで体験することができるそうですよ。厳しい冬だからこそ自然が作り出す風景は美しく、私たちを魅了します。スキーやスノーボードなど冬だから楽しめるアクティビティは北海道最大の魅力。また各地で雪の像や氷の像を作り、冬を楽しむお祭りが開催されます。国の内外から多くの人たちが訪れ、冬ならではのにぎわいを見せます。春、夏、秋、冬、変化に富んだ四季は北海道の財産なんです。ちょっとね、駆け足で北海道内を回りましたけれども、楽しかったですね、ウィリアさんね。すごく楽しかった。どのところが良かったですか？食べ物もすっごく美味しい、景色もすごく素晴らしかった、ね、すごく良かったですよね。はい、北海道好きになりました、ますます好きになりました。あ、よかった。皆さんにもぜひ来てほしいですね。パミンさん、シラさん、ジャガヌパブリクンジュンカ北海道。北海道に暮らして13年、ウィリアさんが紹介したかった北海道、いかがでしたか？
まだまだ驚きのエキゾチックがあるはずです。今度は皆さんが北海道に来て感じてみてください。そして私たちに教えてくださいね。